見れませんので、どうぞお集まりください。早かったらお時間10分ぐらいなんで、あの理想はですね、開門する前に見てった方がいいです。あの荷物多くなるから。そうそう、早かったら見てってくださいね、せっかくですから。モンキーズ劇場のお猿さんの中でもなんと2番目に年が大きなお猿さんでございます。そう、一番上は蔵之介くんっていう10歳の男の子なんですけれども、彼女はなんとあと数日で9歳の誕生日を迎える女の子のお猿さんなんですよ。体はあの小さめなんです、女の子なんで。でもね、やることはすごいんで期待しておいてください。言うても出張組のコンビで、この間まで福岡県パフォーマンスしておりました。去年は北海道行っておりました。そう、あのめっちゃ嬉しいんです。私たち地元が関西なんで、久々に帰ってきて2日目でございますんで。はい、よかったらもう楽しんで見ていただけたらと思います。はい、ちょっとね、あの関西の方はね結構レベルが高いんですよ。はい、なのでお手柔らかに最後まで10分間見ていただけたら嬉しいです。はい、ちょっとまだね、あの帰国子女なんて帰ってきたばっかりなんで。はい、ちょっとね、彼女も若干時差ボケがありますんで、よろしくお願いします。大丈夫ですか？うん、じゃあちょっと川店のご挨拶お願いしますよ。はい、それではですね、ショー始める前に簡単な注意事項でございます。お猿さん結構近くまで行きます。はい、で見た目がね、すっごい可愛いでしょ。めちゃくちゃ可愛いんですけど、すいません、触ることはできません。手だけは伸ばさないようにお願いいたします。そしてね、赤いロープ、今日はね、もうちっちゃいお友達も大人の方と一緒に見てるから大丈夫やと思うんですけども、ロープの中入ってくるとどっちがお猿さんかわからなくなるから、ロープの中には入らないようによろしくお願いします。あとこれ言い忘れてました、おいでおいで。あの彼女すごいんですよ、実は映画、CM、ドラマ、この3本出ております。そうなんですよ、映画女優でございます。もうタレントのお猿でございます。はい、代表作品といえば去年の映画です。綾野剛さん、北川景子さんが出演のパンク侍、切られて候という映画にも出させていただいておりまして、なんと30分出ております。彼女あんまりピンとこないですよね。そしてね、これ CM やったら皆さんさっきもね気づいてくれはった方多いんですけど、ダイハツのウェイクって分かります？あの車の宣伝なんですけど、ウェイクだよ、どでかく使うウェイクだよってこう聞いたことあると思うんですけど、その CM になんと彼女を去年出させていただいておりました。はい、もうすごいですよ。なのでもうお写真はビシバシ撮っていただいて、もうせっかくなんでね、ムービーも OK ですので、たくさん撮っていただいてもらえたらなと思います。ただここからよく聞いてください、注意事項です。撮ったお写真、今流行りのインスタ、Facebook、YouTube、Twitter、 ごめんなさい、もうそういう SNS 関係には絶対に載せてください。関西帰ってきたばっかりなので、ちょっとね、あのまだ誰一人上げてくれてないので、よろしくお願いいたします。ハッシュタグは神戸モンキーズ劇場でございます。もう全然 OK ですので、よろしくお願いします。まだ池も上がってないもんね、関西帰ってきてね。昨日はちょっと有馬温泉でパフォーマンスしておりました。はい、そうなんですよ。はい、ちょっとね、福岡県修行して帰ってきたんでね、もう路上パフォーマンスはちょっといいところをね、こう選ばせていただいております。ちょっと張り切っておりますので、よろしくお願いいたします。それではちょっと準備運動といきましょう。拍手の準備運動お願いいたします。さあ、二足歩行からさらにすごい技が決まれば拍手です。拍手の大きさが全然違います。もうこんな感じで盛り上げていただけたらと思います。それではちょっと前座ここまでにして、早速ですがパフォーマンス始めていきましょう。真ん中まで戻ってきたら、今一度大きな拍手を忘れずに頑張れよ。はい、お願いします。大丈夫大丈夫、何もなってさあ、それではですね、しっかりとご挨拶して始めていきます。もうちょっと後ろの方、広がりすぎるとね、ちょっとショーできなくなっちゃうんで、ご協力よろしくお願いしますよ。はい、ちょっとお店にかかってしまいますのでね。はい、もうね、びっくりするぐらいお客さん集まります。はい、まだね、2回目のショーなんですけれども、さっきの会は
大体ですね、250人ぐらいお客さん集まりました口だけが達者でございますさあ、それではしっかりとご挨拶させていただきます。自己紹介、改めまして神戸モンキーズ劇場からやってまいりました。私たち2人でコンビ名があります。コンビ名をあんみつって言います。そして今日頑張るお猿さんは私のパートナーを6年間務めてくれてます、相方のきなこちゃん、拍手。もうすぐ誕生日です、9歳になります。ちなみにきなこちゃんの好きなのいちごでございます。新鮮ないちごがありますよはい、そして私トレーナーのあかね、よろしくお願いいたします。私もあと1ヶ月で年を取ります。こう見えて28歳、もうすぐ29歳になりますのでよろしくお願いいたしますそしてもう一人、私たちのパフォーマンスを陰でサポートしてくれてます。自己紹介お願いします。自己紹介です。はい、ケズ電機のお兄さん、ケズ電機でございます。平山ケイです、よろしくお願いします。親しみを込めて、親しみを込めてキーちゃんで呼んでください。ありがとうございます。はい、今日はきなこ、あかね、けいの3人でパフォーマンス盛り上げていきたいと思いますので、お時間たった10分間です。最後まで見ていただけたら光栄です。お付き合いのほどよろしくお願いいたします。ここからがね、他のお猿さんと違うところ、つけたらつけっぱなしでございますねもう深々とね、しっかりと礼をしております。もうここでね、他のお猿さんとは全然違うわって感じていただけると思います。礼儀がいい。約1時間ですね、長い時は長すぎ。そうきた。それではね、1つ目の技から頑張ります。オープニングは得意芸です。まずはね、基本芸、こちらの竹馬をご覧いただきます。きなこちゃんサイズ、二足歩行だけでもおさるさんすごいんですよ。今日は竹馬に乗ってまず歩きます。はい、さあ何でもできちゃうイメージあると思うんですけども、気合はねめちゃくちゃ入ってます。でも相当気合はい、それでは行きましょう。歩いたら拍手で褒めてあげてください。竹馬ゲー、せーの、はい、よいしょ。竹馬歴も6年、この安定感、そしてちょっと自慢させてください。彼女一回竹馬乗ったら、最近そうなんですけど、何があっても絶対にこけなくなりました。もうね、ここ1年2年こけてない。本当すごいですねこけてるよきなちゃん、ちょっと服引っ張らんな。ちょっと絶対わざったよ、もう大丈夫ちらっとカメラ目線しないよ、いきますよ。ちょっとごめんなさい、真面目にやりますね結構ウケたよ安心してください、これが唯一のネタでございます。じゃあちょっとここから真面目にいきましょう。さあ、ベテランさんの違うところは乗って歩いてこけるだけでは終わりません。こちらのハードルを使いまして、あえて説明はなしでまず一本、はっ、いいらっしゃい。一気に2つ3ついきます。連続、魔が去る、疫病が去る、病気が去ると。おさるさん、昔は不思議な力があると言われ、その昔は神様の使いと信じられてきました。十二支の干支の一つでもね、縁起のいい動物さんでございますので、縁起よくトントン拍子に。さあちょっとね、昨日は久々に関西でのパフォーマンスでこれ5回失敗しておりますので1回で決まったら相当頑張ってます。大丈夫か。その時は一番大きな拍手をお願いいたします。集中していきましょう。連続ジャンプ、はい、頑張れ、はっ、1、2、3、 OK、 よかったよかった、ナイスアイト、大成功。ライアンキナちゃん、思った以上にめちゃくちゃ頑張ってるんで、いつもやったらすぐ次の技いけるんですけど、今日ちょっと特別です。まだね、2回しかショーやってないんですけど、この回めちゃくちゃ盛り上がっていただいてるんで、さっきやってなかったことです。盛り上がりがいいと思います。今度は高さ、これ挑戦したいと思います。あ、いいリアクションありがとうございます。ナイスリアクションですよ。ゆうちゃんもね、身長とほとんど同じ高さなんですけど、皆さんこれちなみになんですけど、ここから見ると身長とほとんど同じなんですけど、よく見てくださいよ、めっちゃ驚きます。近くで見ると
張はるかに超えてますので、ね、めちゃくちゃ高いですから受けたんです。じゃあ行こうはい、さあそれではギリギリチャレンジになります。ちょっと久々にね、2年ぶりぐらいに関西に帰ってきてますんで、福岡県でいっぱい修行してきました。ご覧いただきましょう、ギリギリチャレンジ。さあハードル2段気合い入れて頑張れよ。あっちからいきます失礼いたしました。それでは得意側から今度こそ3、2、1、頑張れ。ね、失敗してるよ、きなちゃん。失敗してる。どういうこと？しまったしまったじゃないよ、ごめんなさい。もう一回チャンスいただいてもいいですか？はい、もうこれがライブでございます。はい、若干ね、昨日おととい帰ってきたばっかりで時差ボケありますんでね。はい、福岡県からの時差ボケがありますんで大丈夫。高瀬ちゃんと見といてよ。できる？もう一回いくよ。ちょっとかすっただけやから頑張れ。落ち込みすぎ、きなこ大丈夫やから。1回の失敗でそんな落ち込まなくていいのね。関西のお客さんみんな優しいの知ってるやろ、ね、あなたの地元も関西です。大丈夫ですか？どうしたん？あ、もう頑張れ、頑張れ、大丈夫、大丈夫ね。もう一回頑張りたいと思います。応援いただいたので、さあもらった拍手は無駄にしたあかんよ。今度こそ行きましょう。はい、きなちゃん集中して。失敗は許されません。2度目のチャレンジでございます。ギリギリチャレンジ頑張れよ。はい、イエーやるときはやる。恐れ決めポーズ、せーの、はい、バツチューズ、やったー完璧や、きなちゃんよく頑張りました。さあそれではお待たせいたしました。残す芸はたったの2つでございます。この2つ、業界最高峰の技をご用意させていただきました。じゃあ今日は大技2つご用意させていただいてます。まずはその1つ目、私たちが一番大切にしている技、こちらの竹馬をご覧いただきましょう。いいリアクションですよ。さあ出てまいりました。2メートルを超えております、大きな竹馬。ひなが自分で立ちなさい、気をつけ。はい、まだ最近ちょっと本当に甘えん坊ですよ。もう9歳になります。前、はい、そうです。今から信じられないと思うんですけど、この大きな竹馬を自分の力で立てるところから頑張ります。この技は女の子のお猿さんにはちょっとできないんじゃないかと言われてきた大技で、毎日練習してんな、悔しくていっぱいいっぱい練習しました。失敗ばっかりでしんどいなとか、もう嫌やなと思った時もいっぱいあったんですけれども、きなこのいいところは決して諦めないというところでした。できるようになるまで丸2年時間をかけております。この2年間の中で途中で諦めてやめてしまったこと、彼女一度もありませんでした。どんな形でも構いません。お集まりの皆様にこの子の諦めない気持ち感じていただけたらなと思います。6年間コンビを組んでおりまして、私がきなこにものを教えているんじゃなくて、きなこが私にいろんなことを教えてくれてます。感じていただけたらと思います。いくよ、きなちゃん。この大きな竹馬、自分の力で立てて登るからね、気をつけ。はい、そや集中してできるね。大丈夫、頑張ってよ、自信持っていこう。祝福芸、大きな竹馬、まずは1本。そう、2本目、お待たせしました。登ってね、これございます。最後にて、はい、大きな竹馬をご覧いただきました。ドヤ顔です。立つ、そう、ちょっとめちゃくちゃ頑張ってくれましたので、まず私からご褒美です。はい、キノコ、ご褒美の休憩ですちょっとあっという間ではございます。もう
短いお時間でしたが、最後はこちらの大きな階段を使った発想飛びという技で終わりにさせていただきます。私たちのショーを驚いてくれた。もうね、あと3分で終わってしまいますので、しっかりといいもの届けていこう。キナちゃんと準備して、ソーリコさんお手伝いもちゃんとできます。はい、ちゃんと座る。ソーリコさんもあっという間ですが、これが最後。この技をお届けする前に一つ伝えさせてください。まず皆さん、ここまでのきなこに対する優しい温かい応援を本当にありがとうございます。ありがとうございます。どうしてこんなに体の小さな、ましては言葉の通じないお猿さんが一生懸命いろんな技に挑戦して、やって精一杯私と二人でコンビを組んでいろんなこと頑張ってくれてるのかと言いますと、もうそれは今ここに集まっていただいてる皆様のおかげなんです。拍手やったり笑顔、温かい応援、お猿さんにちゃんと伝わってます。ワンちゃんやイルカさんのショーでは途中でご飯あげてるの当たりするでしょ。お猿さんっていうのは頑張ったねっていう言葉だけでもすごいねっていう気持ちをちゃんと受け取ることができるので、はい、頑張ってくれてます。ちょっと前見て、そしてちょっと前向いて、前向いて前向いてって言って、そう、そしてもう一つ、私たち猿回しを陰でサポートしているとても大切な理由があります。それはですね、皆様からの温かいお気持ち、ご祝儀です。もうちょっと笑ってください。今日は張り切りました、久々にちょっとやっと地元の関西に帰ってこれたということで、2人で相談して今日カゴを持ってきてます。今回ご用意させていただいたカゴは、勇気を出して少し大きめのサイズ準備させていただきました。でもね、皆様今回こんなカゴのサイズは一切忘れていただきまして、最後まで見てすごかった、本当にね、よかったと思っていただいた方、もしいらっしゃいましたら、こちらショーが終わりましたらカゴを前の方を貸させていただきます。その時にきなこに対する評価、お気持ちをぜひ入れてあげてください。どんな評価も受け止めさせていただきます。ただ皆さん、これちょっとちなみになんですけど、ほんまに感動したし、今日はきなこに帰ってきたお祝いで奮発していいよって思っていただいた方、もしいらっしゃいましたら、なるべくそのお気持ち、言葉の通じないきなこちゃんにもできるだけ分かりやすい形に変えて入れていただけると、私ときなこの励みになります。ちゃんと伝えたよ。じゃあしっかりお願いしよう。立って、キナお願い大切。さあもう2分だけ、ちょっと難しい技になります。最後はあえて彼女の苦手な技をご用意させていただきました。精一杯一生懸命頑張りますので、応援お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。そう、リコさん、ありがとうございます。それではお待たせいたしました、最後です。ただ登って降りるだけの技ではございません。行きましょう。彼女の着地にご注目。はっ、頑張る。そう、逆立ちでございます。いい感じや。もう一回いくよ。反対からもナイスファイト。はっ、そう、さらにご覧いただきましょう。上まで登って、まだよし、止めてあげてください。完璧です。頑張った頑張った。ちょっと女の子のお猿さんです。体力、集中力は、はい、男の子のお猿さんよりかは残っておりませんので、次で最後の距離にさせていただきます。きなちゃん集中、ちょっと集中していくよ。最後は一気に切れます、まだいきます。お届けしましょう。ラストの距離は思い切ってこちら。この距離行きたいと思います。これが今、そう、きなこができる限界ギリギリの距離です。諦めないですよ。立って。先ほども言いましたが、彼女のいいところは失敗しても諦めません。
諦めてないから今の私たちここまで来てます。しんどいなとか辛いな思った時、今日見たきなこの書を思い出してください。皆様の元気のもとになりたいなっていうのが私たちの第一歩でした。ルールは変えません。逆立ち着地での挑戦でございます。足ついたら失敗なので厳しい判断で見てもらおうと思ってます。一生懸命練習しました。それではお届けしましょう、ラストジャンプ。さばい、立って、そう、最高の思い出届けるよ。逆立ちでラスト、頑張れよ、できる。思いっきり失敗してます。そうそう、でも距離は届いてたんで、もう一回チャンスいただいてもよろしいですか。彼女はまだ諦めません。そうやろ、きなこのいいところは失敗しても諦めない。できる、できるね。そう、頑張る、まだ諦めない。そう、失敗しても大丈夫。一生懸命やった失敗は次につながるの、ちゃんと理解してます。挑戦する勇気が大切なのも彼女は分かってくれてます。若干弱気になってるんで、拍手と言えるいただいてもいいですか。みんな応援してくれてるよ。その応援必ず彼女に伝わってます。2度目のチャレンジ、頑張れ。イエーイ、よく頑張りました。頑張れ頑張れ、いいよ。シュート、大きな拍手で、はい、褒めてあげてください。頑張ったよって、ちょっと待って、ありがとうございます。よー、頑張ったよ、お疲れ様。頑張った、はい、ちゃんと前向いて、はい、あ、助け。改めまして、私たちコンビあんみつでした。今日皆さん本当に最後までのお付き合いと応援ありがとうございました。いや、頑張った、俺コンビの時はよかった。それではですね、きなちゃんめちゃくちゃ頑張ってくれますので、お約束通りこちらの大きなカゴ前の方を置かさせていただきます。どうかきなこに対する評価、ぜひカゴの中によろしくお願いいたします。ささやかなんですけども、本日高評価入れたよって方にはお猿さんのもう素敵なもの見えております。よかったらお守り持ってってください。はい、高評価入れたよって方にお猿さんのお守り、ご縁カードというね、ご縁の縁とお猿の縁をつなぐご縁カードをお配りしております。100円以上入れたよって方に渡してるので、よかったらこちらももらってください。いいかも、ありがとう、男気やね。